暑いですけども、みんな体調管理ね、水分飲んだりして過ごすね、ね、過ごしていっていただきたいと思います。そう、今日はですね、今聖書からイエス様のことを学んでるんですけども、今学んでいるところはイエス様が群衆の人とか弟子がいっぱいいたんですけども、その人たちに話したこと、どんなことを話していたかっていうことをみんなで学んでいます。だから聖書に書かれていることですけども、本当にイエス様が語った言葉のこと、どんなことをイエス様は私たちに語っていたのかなっていうことを、今日は先週に引き続いて学んでいきたいと思います。皆さん突然ですけど、トマト好きな人を、結構みんな好き、トマト苦手な人、あ、お苦手な子もいるね、普通の子もいるね。私はですね、トマト小さい頃苦手だったの。なんか、なんだろう、なんか食べれなくて、なんか食べれなかったんですね。けど大人になりまして、トマトが大好きになりました。で、なんで大好きになったかっていうと、トマトをマヨネーズで、あまり食べないかな、トマトにマヨネーズかけて、トマトはマヨネーズで食べてたんですね。で、大好きになったんです。で、なんかよくよく考えると、トマトじゃなくてマヨネーズ食べてるのかなって思う時があるんですね。けど最近また大人になりまして、育ちまして、今度マヨネーズじゃなくて塩をかけて、塩で食べる人、そのまま食べる人もいるかな、ね、そのままが美味しい、うん、トマトを塩でかけて食べたら、なんか最近美味しいって感じるようになってきて、そう、私大人になったなって思って、ね、トマトの本来の味をだんだん分かってきたんですけども、今日の聖書の箇所はですね、マタイの5章というところなんですね。もし聖書を開ける5章の何ですか？5章のどこだ、5章の13節、新しい聖書だと後ろの方の新約聖書というところの6ページ。15、13、マタイ5章。5章の13から17。開けたな。もし持ってなくても心配しないで聞いていただけたらと思います。今日はマタイの5章の13、これはイエス様がですね、実際に語られたことです。なんて書いてあるかっていうと、13節に、あなた方は地の塩ですっていうことが書かれています。そう、塩、あなた方は地の塩ですっていうことを言ってですね、これは一体何のこと言ってるのかなって思うんですけど、さっきもですね、塩、トマトに塩をつけて美味しいなっていうふうに私は思うようになったんですけども、塩ってこんな小さいよね、本当にすごい小さいけども、塩、ね、塩をですね、料理とかトマトとか、ね、ちょっとかけただけで味がついたり美味しくなったりすると思うんだけども、そういうふうにですね、塩っていうのは味付けを、料理を美味しくしたりする役割があると思うんですが、このあなた方はっていうのは、私たちみんな一人一人イエス様を信じる人たちのことを言ってるんですね。あなた方、イエス様を信じる人たちは地の塩ですっていうことを言っています。で、料理を、塩は料理を美味しくしたりするように
ですね、この事柄っていうのは 何のことを言っているかっていうと、この世界、私たちが住んでいるですね、この世界を素晴らしいところに変えていくことができる、そういう一人一人ですよっていう意味があります。それとあと塩っていうのは、おにぎりに塩をまぶしたりするするね。で、あ、塩握る、おにぎり塩つけたりして食べたりすると思うんですけど、あと梅干しとかもね、塩使ったりするんですね。で、あの塩っていうのは、あの食べ物とかを傷むのを防いだりする、そういう役割もあるらしいんですね。で、なのでこのそういう存在だっていうんですね、私たちイエス様を信じる人たちっていうのは。どういう意味かっていうと、それはあのこの地においてですね、いろんなの悪いことがあったりするのを防ぐような、そのような大切な存在ですよ、あなた方はっていう意味で、神様はあの私たち、あなた方は地の塩ですっていうことを、あの私たちに語ってくださったんですね。で、もう一つ聖書の箇所で14節にこのようにあるんですね。それは、あなた方は世界の光ですということが書かれています。ちょっとね、今日のワークブックの方は新しい聖書で世の光っていうふうに書かれているんですけど、今見ているみんなの聖書だと世界の光っていうことが書かれています。で、この光ってどういうことかな、私たち一人一人イエス様を信じる人は世界の光ですよっていうことをイエス様は言っておられるんですね。で、みんなあの暗い道とか歩くの私は苦手ですね。あの真っ暗って本当怖い、一人だったらね、誰か一緒にいたらまだ歩くときとかね大丈夫ですけど、なんか夜道歩いたりとかするとき、ちょっとでもあのどこかのお家の光とかあるだけでちょっとほっとしたりすると思うんですけども、そのようにですね、あの私たちはあの暗いところを歩くと心細さとか感じると思うんですけども、光が差し込んできたらですね、あのとても安心したり心強かったりすると思います。で、そのようにですね、世のこの私たちが生きている世界の中でそういう安心させたり、安心させたりするような、そういう存在、一人一人はそういう存在ですよということを、このあなた方は世界の光ですということを言ってんですね。で、これって具体的にどんなことかな、イエス様を信じる人はですね、この罪のために暗くなっているこの世界を明るく照らす役割が与えられているっていうことが、この意味があるんですね。ちょっと難しいんですが、どういうことかっていうと、私たちイエス様を信じる人たちっていうのはですね、この世の光としてこの歩む中で、その私たちを見てですね、ある人はあのその中でこのイエス様のことを信じる方々っていうのも、たくさんこれからあの皆さんを通しても私たちを通して与えられていくんですけども、そのようにこの世の光としてあなた方はこの世界を照らす、明るく照らす役割が与えられていますということを、このあなた方は世界の光ですということをイエス様は言っておられます。で、ちょっと難しいんですけど、で、今日の聖書の箇所ね、マタイの5章の16節にあるんですが、それじゃあ代表してさんちゃん呼んでいただいていいでしょうか。マタイ5章16節このようにあなたはあなたの光を人々の前で輝かせ、人々があなたのためのようにこの世を見て天に呼ばれるためにも、はい、ありがとうございます。今日の聖書の箇所、暗証セクは別なんですけども、バックブックにこの
問題が出てくるんですね。ここに何の、あ、そう、ちょっとね、スムーズにワットブックできたらいいなと思うんで、ここに何の文字が入るか、光、あなた方の光を人々の前で、何何何、じゃあちょっと待って、はい、じゃあマジキナーダビデ君、マタイの5章16節のここなんて書いてある？最初は光を人々の前で何々なさい、16、うん、そうそう、はい、もう一度言ってもっていい？あなた方の光を人々のように、あなた方の光を人々の前で輝かせ、はい、ありがとうございます。はい、あなた方の光を人々の前で輝かせなさいという言葉が入ります。で、次、人々があなた方の何々何々を見て、じゃあ、しゅんちゃん、人々があなた方の良い行いを、はい、ありがとうございます。良い行いを見て、あ、ちょっとさんちゃんが言ってくれちゃったのでありがとうございます。天におられるあなた方の父を崇めるようになるためですという言葉があるんですけども、この父っていうのは神様ですね。神様のことを言っています。つまりこのあなた方の光を人々の前で輝かせなさい、そしたらこの人々があなた方の良い行いを見て、この天におられるあなた方の父を崇めるようになるためですという、そういう御言葉があります。みんなは神様からこの地の塩であり世の光、世界の光というふうにイエス様が言っておられます。でどんなことが私たちにできるかなというふうに、このワークブックにもあるんですけども、例えば友達を教会に誘うとか、ね、何か困っている友達がいたら声をかけるとかですね、そういういろんなことを通してですね、このいろんなことが地の塩、世の光としての役割ということが載っています。そのことを見て周りの人たちが、あ、神様って素晴らしい方なんだね、神様を信じようというふうに思ったら嬉しいなというふうに思います。で今日はですね、このイエス様が私たちに語ってくださった、あなた方は地の塩です、あなた方は世界の光ですという、そういうところから学びましたが、皆さんどうでしょうか、分かりましたでしょうか。毎日歩んでいる中でいろんなことがあると思うんですけども、ぜひですね、神様に祈ったり、また賛美をしたりですね、それからまた今週1週間も過ごしていっていただきたいと思います。それではお祈りします。愛する天のお父様、今日のこのメッセージの時を感謝します。ワークブックもよくわかるように主が助けてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは